九州管理人のワンダーさん、こんにちは。こんにちは。今日はどんなイメージに変身したいんですか？爽やか系で。タレントで言うならチェッカーズの藤井フミヤとか。は？チェッカーズの藤井フミヤさん。チェッカーズですか？はい。チェッカーズ？はい。あー、藤井フミヤ。ね、今日ノーメイクじゃないですか？あ、ちゃんと夜は。夜は北九州のやっぱ管理人として。夜はメイクで、まあ昼間はここはもうバリッと。はい。決めたいと思います。そしていよいよライバルができましたね。はい。そうみたいですね。はい、本部の。管理人就任タカコ。あ、どうも、はじめまして。タカコノーメイクじゃん。あ、ノーメイクです。何夜2人でするの？はい。勝てる？いや、もうワンダ会長、いやワンダ会長に見習って頑張ります。あら、なんかアドバイスしてあげれるんですか、メイクに関して？どうぞ。まあ、控えめに違うか。何言ってるんですか？派手にお願いします。タカコは今日どんな感じでイメチェンを？ですね、やっぱり僕も爽やか、エロ爽やかに。エロ爽やか、藤井フミヤですか？いや、違います。誰？斎藤匠みたいな感じで。斎藤匠？誰ですかそれ？昼顔に。イケメンなんですか？超イケメン。二人ともね、髪と眉毛変えるだけでカラッと変わるそうですよ。モテたいよね。そうですね。そろそろね。はい。はい。髪何センチぐらい？結構伸ばしてきましたね。もう思いっきり伸ばしてきた。ね、今までトラガリだったもんね。はい。今まではもう、まあトラガリ、丸坊主に近いです。うわ、中はどうなってるんですか？ツーブロック。あ、ツーブロック。はい。ツーブロック。後ろも？後ろはわかんないです。白は、あ、でも長さがあるけん結構切って眉を整えたら、はい、ガラッと変わります。頑張って変身しましょう。はい、元気だよ。はい、よろしくお願いします。はい。